皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is 12国慶の14話でございます。楽しく見ております。今回はなんか回想会、今までの話をもう一回繰り返すような話でもあると思うんですけど、俺が中にはちょっとあんまり理解できてないようなことがあれば、これでもう一度触れるんじゃないかなと思っているので、あえて見ようかなとは思っております。ではでは入ってきと思っております。 Let's go start。 入ってきた。トタナタタトトトバッバッバッバチラカラブトタッバンポンバンティンジャン十二個いけドロドジュパパパピパラトタ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 ポンカナポトトトンタトタポンポンチャ。そう、今日ねちょっと面白いことがありましてですね、なんかユーフィーというのかな、ルンバの激安、まあアンカー社が作ってんだけど、アンカーってよくなんか充電器とか、まあスピーカーとか、最初充電器作ったんやけど、どんどんなんか広げていってんだよね、いろんなもの作ってる会社なんやけど、の会社が出してるルンバもどき、まあなんか激安ルンバみたいなやつを買っちゃって、まあ今知ってる人いるかもしれないですけど、嫁が今妊娠してて里帰り出産してるので、今俺は一人でこの家にいるんですけど、まあ猫と二人やけど、そのためにはちょっとなんか掃除大変やなって、激安ルンバ買ったんやけどね、あいつほんまバカすぎてさ、ポンポンポンって物にぶつけてんだよね。でも猫はよう遊んでるからあ、これ英語になってませんか？世界を一度滅ぼしておしまいになり、新たに13の国をお作りになられた。そして中央の一国を、それ天帝ですか？具体的にどういう意味なんだよ。OK。で、みんなは物書きができるようになった？最初から筆とか。大変めでたいですね。結構時間かかるのに。発明。はい、それはいいとして、慶応ですね。よかったね、陽子さん。でもあんたその時にはあんまりイエスとか言えなかったんだよね。まあ、ぶっちゃけこの辺スキップしてもいい我慢しよう。俺回想シーンアレルギーだからな、我慢しとくわ。新しい発見があるかもしれないんで。ガンメーナーとか言ってる、怒ったな。じゃあ言ったな。あ、でも言ったか。っていうかあんな強引に言ってさ、何でも許すんだね。危ないぞ。そんななんか急になんか許すと言えって変な男の人に言われたらさ、怖いよ。さっぱり意味わからへんよ。キリンはそれらとも違う。天帝によって下された世界で12頭しか存在しない霊獣だな。
12頭。でもキリンでも退化することあるねんな。湿度の病ね。この人死んだはりました。はあ、それでキリンか。はいはいはい。なんか大砲が本当の名前なんだけど、大砲だとなんか親しいみたいな、だから裁縫って言うとか。違う、逆だ。裁縫だけど大砲。天帝ってやつほんまないよね。もうちょっとさ、直接なことできませんか。紛らわしいんだよ、あんたは。いつか出動するか。あ、これアメリカ、俺たちの世界の話なんだね。この話がございましたね。無慈悲な真似をすることもある。キリンは法の言葉には絶対服従する。どんなに不満があろうと。いやー、でも断ることもあったんだよね。自分の身を捨てて他人を助けるとかあったよね。天帝ってやつはちょっと俺はまだまだ信頼できてると思わん。それはもう全部情報は知ってんねんな。ちょっとね、今なんか知ってる情報聞いてるときは言葉が何言ったらいいか分かんない。そうなんだよねみたいな。はい、それはいいとして、新情報くれよ。ちょっと今ちょっと暗くなってるかなと思った。そうだ、こちらでは子供は卵から生まれるんだった。オイラにすりゃ女の腹から生まれる子供って意味は分かんないけどな。なんか半獣のやつらも出るし、なんかマジ不思議なんだよ。野木とか李木とか、それなんな。それ説明欲しいわ。そんで野木って人間じゃなくて動物が出るとか。妖魔行かへんよね、野木のところ。妖魔は李木のところ行く。昇山って山上がる。はいはいはい。なるほどね。へえ、これで理解できた。みんなただ王が王になりたいからそんなことしてるのかなと思ったんやけど、そういうもう文化があったわけなんだ。
与えた名前だ。はあ、むずいわ。むずい。みんなそれぞれ同じ名前があったりするのに。だってあの後も結構時間経ってんだもんな。ところで、ラクションは将来どうするつもりだ。管理になりたいのか。今は勉強してだけだ。まあここに来たらね、勉強はできるから。それは超嬉しい。ここはお前の学校か。まあまあよくあることじゃないですか、大学行きながら。プライドってやつか。プライドなんか捨ててさ、もう食べ物を全部取っちゃえや。バンチェンチェンチェンチュッチュッチュッチュンパバンダラディラダラオトーン。今この机の下でなんかルンバモドキが動いてるんで、めっちゃうるさいんちゃうかなってちょっと気にしちゃってる。裁縫とおっしゃいましたね。でも具体的に誰って話してないから大丈夫なんだね。かな？あの人が裁縫だは言えないんだけど、裁縫っていう話は言えるっていいのかな？蓬莱。ああ、行ってどうすんの？もう一回見たいのか？ありましたね、これ。こいつやばかったわ。短っ。心奪われてって、なんか。そういう言い方なんだね。へえ、自分がやべえと分かったのか。なんでそんなケーキ好きになるのか。あいつもだいぶ妖怪に見えるし。こいつね、コーンに仕立てられて。なるほどね。あんたはよう分かってるけどな。大学行ってるからか？その前から分かってるか？せやな。ただのレイシズムじゃねえか。ただのレイシズムじゃねえかよ。かなりクソ野郎やな。知ってるか？あちらではバナナをな、こうから開くんじゃなくてわって食べるんだよ。あんなやべえやつら許せるわけねえだろうか。国によって違うぞ。こうやってわって食べる人もいるよ。事実だよ。青猿ちゃんね、
こんなこともありました。そういうこと？はあはあはあ、あんたはまだこの世界に住んでる時の話か。なるほどなるほどなるほど。あれはゲルード。ガルーダか。ゲルードはまた違う。ゲルードはね、ゼルダ伝説の場所。確か、ガノンドルフもゲルード族じゃなかったか。数百年おきにゲルード族には男性が生まれるとか。あ、まあ、違う話で。司令はよう頑張ったな。しかし無駄でした。え、王もできるのか？それさ、必ず職やるときには開脚が生まれてしまうのかな？だって巻き込まれてくるよね。多分ケーキとコーリンが指令を使って守ったんだろうな。でなきゃ巻き込まれた二人が二人とも無事に流れ着くことなんてありえねえ。あ、普通死ぬの？そして私はこちらに来た途端、姿形がすっかり変わってしまった。それはおめえが対価だった。そんなに変わってないでしょ。ちょっと黒くなっただけじゃん。それでプレゼントとして渡したんだよね。これね、浅野が見てたんだよね。あかんやつや、ほんま。クソやろ。でもいい戦いだったよね、あの。この時の格好ってちょっとかっこいいよね。陽子ちゃん、どうした？いろいろ考えてんだよね。楽所に会わなかったら私も死んでいた。ですよね。間違いないわ。助けられたよ。楽春は人を助ける良い妖怪だよ。貧しい人間ってさ、結構比喩的だよね。貧しいってその言葉。いや、もうこのクソルンバごときがめっちゃうざい。下に来んなよ。
これエロかったよな、このシーンは。でも誰か見てるんだぞ。わしらが見てんだから。もうこの二人いい加減結婚せや。そして私は王になった。まあ王になるためにはいろんなことやったんだけどな。ここをさ、自分のキリンがさ自分の体を張って死んどるやんか。まあ降臨だけど、そんなことできる？まあ何人か死んでるだろうな。一応殺し合いやもん。そしてあんたはやばい戦してきた自分の民を殺して。やばいじゃん。自分の民殺さないとあかんよ、王になるために。まあ内乱戦争みたいなもんやな。それは探さないとあかんな。朝らもね、返さないとあかんやろ。後悔してんのか。それはねえだろ。杉本ちゃんはいらん存在やから。言ってることひどい？買ってくれ。餌は銀の粒でいいそうだ。なんだって？銀の粒とか高そう。はあはあはあ、きっとそこまで飛んできてくれるそうだ。なるほど、使えるやつか。たまにラクションの声を聞かせてくれないか。銀の粒食べるとか、どんな通りかよ。高そう。でもちょっと可愛いじゃん、鳥ちゃんが。おお。なんかちょっと気も悪い。やめてよ。なんか気もやめて。もうあの全然無視ほど可愛くないから。プル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 。なるほど。あーん。得た情報？得た情報少ないんじゃない？もう結構ね、コメントのところでみんな超情報教えてくれるからね。まあせやからもて。まあスキップしてもよかったんだけど。いやーでも回想でよかったね、ほんまに。本当のエピソードだったら必ずルンバモデキを止めへんとあかん。うざすぎる。うちでも糸走り通すわの世界の果ての虹に届くまでは、はっ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 、パチパチャ、パッタピー、パッタッタ、
パランプチンカポンタポンタパラパティパトゥパー。大気、半獣の女はそう言ったが、それが何を意味する言葉なのか彼にはよくわからなかった。十二国記第十五話、風の海、迷宮の騎士、一章。一章、はあ、違うやつの物語が始まるってことか。はあ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 、これによって陽光ストーリーは終わり、そして違う、大化物語が始まるのか。ん、杉本ちゃんが会っていた女性なのか。もう我々は陽子とお別れですか。ん、どうなるのだろうか、気になりますやな。ほんでよね、 Until next time, goodbye! おおきに。Thank you.